はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論からはい、4時間、足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中、一目均衡表トレンドはありません。ストキャスティックス開始時が点灯ということで、4時間足ベース底堅く推移と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい。4時間足ボリンジャーバンド。トレンドの方向性示す赤い点線20本移動平均線上昇しております。4時間足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中。4時間足ストキャスティックス回避シグナルが点灯ということです。はい。こちら4時間足の一目均衡表です。ローソクは職物の位置関係から明確なトレンドは出ておりません。 はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは93円ちょうどレベル。93円ちょうどレベルと考えております。はい。続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは95円ちょうどレベル。95円ちょうどレベルと考えております。 はいチームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をしたキャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と新規取引1回1万通貨10とット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことで、オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場の予想レンジです。93円ちょうどレベルから95円ちょうどレベル。93円ちょうどレベルから95円ちょうどレベルということです。はい、ポイントです。上昇トレンド進行中ということで、4時間足ボリンジャーバンド、上昇トレンド進行中、4時間足一目均衡表トレンドレス、4時間足ストキャスティックス、いシグナルが点灯ということで、オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には底堅く、推移と考えております。オーストラリアドル円本日、ニューヨーク 市場にににおきままましててチャートト形状的には底堅く推移と考えておりりすすもう1回ポイントに戻りますアメリカイベント警戒ということではいこ、えー、本日、ニューヨーク時間なんですが今週のメインイベント7月のアメリカの CPI が発表されます21時30分7月のアメリカの CPI 発表ということで、はい、アメリカの CPI を受けて金利、株価 あ大荒れになる可能性もありますドル円だけではなくオーストラリアドル円も大荒れになる可能性が十分高いと考えておりますお取引をされる際には十分ご注意をくださいということで、はい、最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります